さあ、最後の戦いや。いよいよ最後の戦いだな。もう準備は大丈夫か？大丈夫だ。よし、行くぞ。ついにラストやね。おお、なんや、うるさいの。神奈川一区、天野圭一、当選確実。拍手でかすぎるやろ。神奈川二区、久米壮太。出た、久米壮太。当選確実。確実なんや。さあ、夜やな。毎回見上げるよな、ラストは。感慨深いね。目つき悪い。ニックだよ。ニック。いよいよ乗り込むんだね。めっちゃこいつ重要キャラやん。なんだよ。見えてんのが俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。ああ、そう。はぁ、それで2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。マジか。間違いなく彼はいるよ。元ボクサーね。一番の予想通り。マジか。戦うね、これ。ありがとうよ。いや、天道マジで強そう。そこは魔王の城だよ、一番。話合わせてくんな。天道は最上階だ。ドラクエとユウたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。ニックがこんな重要なキャラやとはな。ベトナム料理講座ってなんやねん。覚悟決めたね。マジマさん振ってくんぞ。魔王の城感出てんな、ミレニアムタワー。よっしゃ、行くぞ。よーし、乗り込むで。はいはい、いますね、近江連合。盛大なお出迎えだぜ。みんな、用意はいいな。気合入った顔してみんな。行くぞ。人間離れしとんねん、こいつ。どいつもこいつも。オッケー、東京海連合組。さあ、見てくださいよ、皆さん。まあ、さっちゃん、さっちゃんが、姉子っていうジョブに変更しました。で、奥におるんが、チョウさんの悪魔。これ、ダウンロードコンテンツらしいね。で、ちょっとね、春日の武器をね、最強の武器に、変えました。作ることできたんだよね、ロマン製作所で。これが多分めちゃくちゃ強いよな。ギガスイングやったのか。おい、これはいったんで。おい、おいしょ。いや、強すぎ。さて、悪魔フレイムギター。行ったって。ギター燃やして殴りつけるだけで、さっちゃんのこれ、なぎなた使ってね。で、見て、神器の弾丸。マシンガン、なぎなた使わんのかい。一戦好き、おいしょ、お疲れさん。いや、さっちゃん強すぎ。よしよし、ランクも上がった。またいい女になっちゃった。いいじゃない。デスシャウト。使いてえ。また強くなっちまったか。ふぅ、オッケー、全部倒せたようだな。ああ、弱かったな。こんな調子で上まで続くのかしら。いや、さすがにそこまでじゃないだろう。だが俺たちが来ることは想定済みらしい。そうやな。まあ、この先どんな罠が待っているかわからねえ。みんな、気を引き締めていこうぜ。はい、記念撮影 OK と。よっしゃ、行こうぜ。おっと、なあ、アイテムあるな。こういうのはしっかり取っとかないと。救急箱、ナイス。うわ、なんかめっちゃあるやん。え、なにこれ。あー、はい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 、ダンジョン系ね。オッケーオッケー。じゃあ、サクッとクリアしますか。はい、よいし
はい、お疲れさん。お疲れさん。はい、弱すぎ。エリちゃんパンチ。はい、せんべいチョン。お、なや？おっと、階段発見だ。やっと階段か。階段、まさかここから最上階まで登るの？回復ポイントあるやん。まあそうなるかもしれないな。階段か。足がきついよ。おんぶしたれ一番。他に方法がないんだ。仕方ねえだろ。張り切って登っていこうぜ。登ってくか。ウィースウィース、かわいい。よっしゃ、じゃあ回復して先進もうか。はい、さっちゃんの急所蹴り。はい、お疲れさん。うわ、懐かしい。ここでヘリでブワー撃たれたよな、シックスの時。あ、敵来た。思い出に浸ってた途中でしょうが。さあ、ってことはこの階段上がれば屋上じゃないんすか。天道が待ち構えてんねやろな、どうせ。あー、懐かしい。ソメヤと戦ったとこや。オグリがここで腹刺してんな。うわー、懐かしいわ。ちょっとアイテム取って先進むわ。シャメ取っとこ。お、これは最後のエレベーターちゃうか。入ってこうぜ。この先に天道がいるはずだ。さてどうしようか。いや、先進むっしょ。さあ、ついに天道戦か。気合い入れていかなあかんな。かっこええ扉の開け方やな。うわ、めっちゃ荒れてるやん。その荒れてるの荒ちゃうで。うわ、やってることかっこいいのにめっちゃダサい。無垢の巨人の面してるやん。よう、探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。あ、そっか、探してたから荒れてんのか。そないなもん、会ったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。大正解。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。こいつオーラやばいな。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。仇やからな。蒼天堀じゃ、本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。それも作戦かお前。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげで、はあ、わしにももう一遍てっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。ボクシングで取れや。感謝しとるんやで。天道、てめえ。せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじっと覗き込んで届けてやったんや。えげつな、こいつ。荒川がこの世の最後に見てたのはお前の顔か。このわしのとびっきりキュートな笑顔や。うわ、おじさんジョーク。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。モテへんわこいつ。ふざけんな、クソ野郎。はい、脱いでいく。流氷、天道どんな入れ墨。
クソか。クソや。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。饒舌やの偉い。せやけどこれでしまいにせ。はい、ノグ。うわ、お前も竜。テンション上がった今。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。さすがボクサー、いい体しとるな。俺の成り上がり話はここまでや。おい天道、お前も竜かよ。おれ若頭補佐直参竜道会会長天道陽介。何も聞いてへん。いや来るぞ、右ストレート。いかついなこいつ。しゃやったるか。あの天道とやり合うことになるとはな。なあ、まさかよ。そういや蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。いや、えぐいやろこいつは。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。あ、そう。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手が、あいつ。キリュウちゃんも超えんのか。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ天道。オッケー、頑張ります。よし、やっとるか。もう天道の情報に関してはあれしか知らんからな。一番うまいもん最後に取っとくことしか知らんからな。オッケー、とりあえずメロメロ大運で守備力下げていこう。レベル60か、クソ高いな。キリュウちゃん57やったもんな。危ない。あ、そんな食らえへんな、通常攻撃は。やっぱりオッケーオッケー。じゃあちょっとマッドチェーンソー見したろか。出血しろ出血。はいはい。なるほど、キリ攻撃はレジストと。ちょっと待てよ、攻撃力上げとくか。勇者の号令、オーラでメンバー包み込む。さあ行ったってさっちゃんの姉御よ。さあさあさあ、何しようかな。キャンドルラッシュでもやっとくか。炎耐性あるんだなこいつ。あ、炎はノーマルね。危ない。さすが僕、竜の予告。腕ブンブン回してかわいい。これは強烈なのをやる気だぜ。次回予告してるやん。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。ああ、なるほどね。でもどうしろってのよ。確かに。とりあえず防御だ。オッケー。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。了解しました。竜の予告が来た。正面立ってんな、張さん。了解了解。じゃあ張さん、ああどうしようかな。なんかできることあるかな。まあとわり。スマッシュステップでもやっとくか。はいはい、よいしょ。竜の舞。あ、待って、エリちゃんに変わってるやん。危ない、そんな食らえへん。オッケーオッケー。じゃあホールドバズーカーで霊気は効くやろ。効かへん、こいつ。何が効くねん。ほな、よしよし。じゃあ弾丸はどう。弾丸、神器の弾丸、マシンガンでドーン。マシンガンも効かへん。ってことはバスタースマッシュ、これ電気属性ついてるからやってみよう。よいしょ、電気も効かへん。何効くねん。王者のコンビネーション誰とやねん。容赦ない爪。おいおい。ちょっとフェイントかけてきたな、竜の予告。これ強いな天道、さすがに。よし、エリちゃんは全体回復。マジカルソング、はいはいはい、オッケーオッケー。竜の舞、これあんま食らえへんよな。いつこれ、あー、はいはいはい、ジャストガードもしたらな、大丈夫やわ。じゃあちょっと双極千段の極み使ってみるか。さあ一番と張さんの絆技、バット投げてからの。バットを蹴り返す双極センターの極み。よいしょ、このバットいかつすぎるやろマジで。182全然食らえへんなマジで。
攻撃力下げとこう。あざといポーズで。あざといねー、全然食らえへんやん。王者のコンビネーション、容赦ない爪、フェイントからの、はい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 、よしよし、全然食らえへんな。さあバスターインパクトの極み、極みの応酬やで。はいはいはい、はい、とどめの一撃。いや、こいつの入れ墨かっこええな。竜の予告、光りすぎて見えへんだお前。オッケー、ちょっとあれかな、張さんを半純義に変えて毒状態にさせようか。よし、でここでデリバリーヘルプよ。見て、土佐の山と、これチャウカーロン思いっきりラウカーロンやねんけど、なんかチャウらしいわ。でからチャウカーロンと、ジエさん、ブッチャーズショーと、あとキリュウよ。これキリュウ使うか、さすがにな。新王竜の極み、さあ出てこい伝説の男。こいつ言うなお前、デリバリーよろしく、よろしく。ガブの頂点開始通り場所変わるわ、なんでな。あら、王竜対青竜、死にてえやつだけかかってこい。めっちゃ言うなその名言。おいしょ、ただの龍拳カウンター、新王竜の極み、おらかっこよ。839食らうね。竜の予告、もうお前の技は全部見切ってんで。さあサイリウムランプの極みもいっとくか。はい、アイドルエリちゃんかわいい。けど攻撃すんのはオタク軍だ、朝倉未来言ったって、こんなんにやられてとは恥やろなこいつも。よいしょ、ちょろいね。238マジで食らえへんな。はいはいはい、これ勝てるぞマジで。ポイズンシュート、オッケー。うわ、どこらへん、どこらへんとかあんの。またジャストガードもできんくなった、動揺してもうた。容赦ない爪、右に移動して攻撃。あくそ、ジャストガードできへん。オッケー、さっちゃん、さっちゃんはまあ、とりあえず一戦好きでもしてもらうか。これえぐいなマジで、防御力が半端なく強いよ。343オッケー、じゃあとりあえず回復でもしよっか。マン様いったってポイズンシュート、さすがに毒にならんとかないやろ。オッケー、毒った、これはでかい。しゃで影縫いよ、はい、回避率下げて毒で苦しむ。オッケー、100はでかいぞ。で竜の前な、はいはいはい、オッケー、ジャスガード。でもう一回お前かい、竜の予告、腕回すんかわいい。ここでフェイタルラッシュよ、いったれハン様、毒状態からな。よいしょ、256なかなか食らうね。いいよ、今追撃、オッケー、264毒で苦しんでる竜の舞。今オッケー。さてさて、強襲の極みいっとくか。いや、なかなか相手も防御力強いけど、こっちも防御力高いから勝てそうやな、時間かければ。よーし、はい、エリちゃんのボールペンチ講座、これ評判いいですオッケー、こっからはちょっとサクッといきますか。よいしょ、強襲の極みよ、一人で勝てる思うなよ。よーし、謎の武器勝利、チャウカーロおい、行ったれ行ったれ、チャウさん踊ってるだけやぞ今んとこ。総竜の甲賀、名前は一丁前にかっこええな。いいね、斬撃か。オッケー、456なかなか食らうね。よしよしよし、
じゃあまあ回復しとくか。見せてやる。はい、マジカルソング。よーし、いったれ。前頭3枚目、土佐の山。こいつケモクジャラで馬力気持ち悪いね。うわ、チクチクしてる。胸毛すごい。ヒース綾部より生えてるやん。ひしょいな、ウニみたいなすね毛しょ。はい、どすこい。怒涛の四股踏み。はい、168、命中下がった、ナイス。よっしゃ、ほな、必殺技シュートボムの極みへ。全部の極み技見れんじゃん、今回。はい、姉子かっこええな、マジで、さっちゃんの。シュートボムの極み。よいしょ、うわ、竜が交わっとる。よいしょ、デリバリーヘルプ、炊き出し会のマドンナ、白川清恵。行きます。おお、大根豚汁か、うん、まっ、金のそこ気合い入れる必要ないやろ。はい、マドンナの炊き出し、 MP 回復。いや、こいつマジで HP 減らんねんけど、天の毒やのに。お、体力半分まで来たらムービー入ったぞ。よいしょ、強いね。これさらに強なるとかやめてな。うわ、メリケンサック。お前ボクサーがそんなん使うなよ。危ない。うわいかついな、マジで。ここに来てメリケンサックかよ。攻撃力上がるってことやな。まさしく鬼に金棒ってとこだな。いや、攻撃力弱いと思ってて。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら、おう、死ぬかもしれんな。気を抜くなよ。オッケー、了解よ。竜の予告。いや、マジで強いわ、天道。なめんなよ、でも。オッケー、なんかしようか。バスターインパクト、いやー、バスタースマッシュいいか。まあまあ、とりあえず取っておきだ。はい、殴る。341。さあ来いよ天道、どんなもんよ。あ、普通の攻撃や。あ、全然食らへんぞ、ジャストガードしたら。しょぼこいつ。神の予告、まずは右右腕を掲げた。あいつなんか急にガード固めた。おいおいおい、怖いぞ。あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。おう、ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。マジか、そういうことか。いよいよ奥の手を出してくるってことか。オッケーよ。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。ほう、もし破れれば。破れれば勝機が見えるかもしれないの。あ、なるほどね。この状態の時にガード崩せってこと。 あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはず。はい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 、任せてくれよ。そんなもん見るしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。よし、オッケー。これガードを解かれたらやばいでな。任してくれよ。じゃあまずはフェイタルラッシュを食らうかな。ガード状態ってことよな。いいね、食らってるよ。からのバスタースマッシュ。よいしょ、307。起き上がれるかお前。起き上がっとるな。神の右、やばい。あおい、一撃一撃必殺技かよ。それでせこない。まあまあ、こっちにはね、よみがえりの極みを使いますのよ。はい、行ったってよ。おい、大丈夫か。臭い息で。仕方ない。うわー、イケメンの顔が。うわー、臭そう。生ゴミよりも臭い色してるもんな。あれ、起きた。人工呼吸いらない。いらない。 ありがとうございます。ありがとうございます。よし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 、回復しとくか。ますかね。悪魔の予告、まずは左、左腕、次左腕きた。悪魔の左、うわ強
私の番です。368でもまだマシやな。ほら行ったれエリちゃん、ラッキーパンチ。ちょガード崩したいなこれ。よいしょ109からの難波ちゃんは回復しないとやばいな、さすがに。強者の休息、その場で眠って HP 回復と。毒で苦しんでる神の右、これ一撃危ねえ。あ、ちょっと待って、ハン様 MP ないやん。あ、どうしよう、メンバー交代するか。 OK、 じゃ久々に足立さん行っとけ。悪魔の予告、左腕掲げたからの悪魔の左やろ、左フックやろ。強いよな。あー359、一撃死じゃないだけマシやな。ほらバスタースマッシュ、よいしょ。ほらイカズチ占いや、イカズチさっき弱点やったわ。よいしょ、これでも倒れへんのか、あのガード、悪魔の左。はい、ジャストガード、ジャストガードで378、強すぎ。この攻撃回数多いんが腹立つよな。オッケー、じゃあシールドクエイクの極みを、初披露やな、シールドクエイクの極み。どんな声出しとんの。よいしょ、シールドの自信そのまんま。おお200、全然食らえへん。悪魔の左、よいしょ、危ねえ。よーし、行ったらジエさん。これサブストーリー出てきてんけどさ、仮面の殺人鬼言うてジエさん、ジェイソンとかけてんなこれ。それが何の攻撃になるの、なんでよろめいてんの、ボクサーやろ。ブッチャーズショー、肉どうぞ。焼肉屋の息子です、こいつ。おい、全然食らへんな、マジで。悪魔の左、危ない。355、強いな、マジで。オッケー、地獄車の極みや。初めて使う、これも。行くぞ、オラ。よいしょ、地獄車の極み、お前もダメージ飛ぶやろそれ、ソニックみたいなっとる。アホみたいな技やな。最後は筋肉マン、刺さっとく刺さっとく。よっしゃ、もうあとチョンまで来たぞ。これちょっとヒートバスターの極みで終わらしたいな。さあ頼むで難波ちゃん、ヒートバスターの極みからのパスがヒートバスター。死んだやろさすがに、まだ死なへん、マジで強いねんけどこいつ。これ見せると客が喜んだもんや。あ、そう、ほんな、あー、やることないな、ストライクダウン。いや、これでとどめ決めれるかな。 OK 99、そっ、 OK いったか、お、勝った。スジモン情報、天童陽介強くなった気がするぜ。強くなっちまったか。40分ぐらい戦ってたで、テンション上がりますね。トゥーハンドショットの極み、またいい女になっちゃった。旋風なぎの極み、いいね。これで終わりか。まだ終わるんじゃねえぞ天童、最後にきっちりおやさんの分を受け取ってからくたばれや。おお、決着は見せへんのか。ええ、
そうですね。何かやね。今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。歴史的な勝利。めちゃめちゃ当選してるやん、ニック。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。若さすがやな。青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。脅迫されてたのにな。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。誰め。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日の下にさらします。政治家やってんな。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。なんや？何？ニュース速報、青木亮民事党幹事長に殺人および殺人教唆？逮捕状。これはしてやられたぞ。あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。あ、いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。ニックがやったんけ。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね幹事長。ここでニックが活躍。あなたの本名は荒川正人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか。ああ、どうすんだよこれ。すみません、決まりますよ、ご退場を。幹事長、待ってください幹事長、説明してください。いや、政治家の去り方。荒川正人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね幹事長。これ、うわ、似合ってした今。なんで。だから天道とは電話が繋がらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。警視総監か。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。あら、テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると。あら、してやられたね。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。なるほど、そういう作戦か。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。いろいろ調べられんぞ、お前。今は警察に動かないことです。警察に動いとる。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきだ。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。なあ、その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。わあ、焦ってんね。天道の親父とはまだ繋がりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。